まずは4日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。今大会の総括の方いただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ本当コロナ禍の中で練習もできないから練習ゲームも県外遠征もできない状況の中でこの大会に参加させていただいて、本当にもう全国のトップチームともう試合をさせてもらっていることが本当光栄で、この選手にとっては素晴らしい経験ができたように思っております。ありがとうございます。応援していただいた視聴者の方々、また、大会を応援していただいた、関係者の皆様にメッセージの方お願いいたします。まずこの大会を開いていただきまして、そして、お呼びいただきまして本当にありがとうございました。それで、まあ、この大会を通じてうちのチームまたスタートを切ったような状況なので、これから積み上げていくことになると思います。遅いスタートにはなりますけど、なんとか積み上げていきまして、インターハイ、それから選手権というふうに1年間通して頑張りたいと思いますので、また保護者の方々中心としてまた応援、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。